皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。今回ですね、とあるところで買ってきたものをですね、飲料レビューの方をしていきたいと思います。今回飲料レビューするのはこちらですね、果実の美味しさを生かす三ツ矢フルーツサイダーですね。これはですね、ローソンの方で147円しましたね。まあ札を見たらね、期間限定と書いてあったので、まあね、思わず買ってきました。それではですね、商品の方を紹介していきたいと思います。フルーツクオリティ製法、フルーツ炭酸の美味しさを追求した三ツ矢ならではの製法です。まあ今ね、ちょっとね、風邪をひいてるので、若干喉がね、痛いので、ちょっとね、声が小さいかもしれませんが、そこの方はね、ご了承の方をお願いいたします。まあ、名称は炭酸飲料、原材料名は砂糖と、加糖ブドウ糖液と砂糖、オレンジ果汁、酸味料、香料、ビタミン C、カロテン色素、パプリカ色素となっておりますね。まあ、味はですね、オレンジですね。それではですね、飲んでいきたいと思います。結構ね、オレンジの香りが、すごいいい香りがします。こんな感じですね。それではですね、飲んでいきたいと思います。オレンジのね、なんか爽やかさがすごい、なんていうのかな、すっきりしててね、美味しいですね。なんかね、ポンジュースとはちょっと若干味が違います。ポンジュースはですね、なんかほんと濃厚な、みかんジュースかなって思うんですけど、三ツ矢サイダーさんのね、このオレンジジュースはですね、すごいね、喉越しがいいんですね。まあ炭酸とね、また普通のね、果汁ジュースとね、また違うんですけど、結構ね、美味しいです。それではですね、もう一杯飲んでいきたいと思います。炭酸はね、それほど強いっていうわけでもないので、とてもね、飲みやすいと思います。まあ、こんな感じでね、飲料レビューの方をしてきました。それではですね、短かったですけど、これで動画の方を終わりたいと思います。それでは皆さん、さよなら。